それではただいまより地元静岡8区の衆議院議員源馬謙太郎と、そして本日は立憲民主党政務調査会長でございます泉健太衆議院議員の街頭演説会を開催させていただきます。皆様本日密集は避けていただき、お隣の方となるべく距離を保っていただきまして、大きな声での声援は本日はお控えいただきいただきますようよろしくお願いいたします。それでは地元静岡8区の衆議院議員源馬謙太郎君、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。今日は、土曜日の、このお忙しいお時間に、そして、ま、コロナという状況がある中で、こうして多くの皆様に足を運んでいただきまして誠にありがとうございました。ご紹介をいただきました地元の衆議院議員の源馬謙太郎でございます。日頃から皆様に支えられていることを心から改めて感謝を申し上げたいと思います。今コロナで本当に大変な状況です。まあ、この1年間は私たちが経験したことがないようなこの1年を過ごしておりまして、浜松でもクラスターが何件か出るし、東京でも連日500人を超える、まあ、そうした新規陽性者の発表があったりしています。こういう状況の中で私はこの1年間で、まあ、700社を超える事業所の方に直接お電話したりとか、直接伺って状況をいろいろ聞かせていただきました。当然のことですけども、それぞれの業界や業態で、あるいはそれぞれの会社でお困りごとは全く違うけれども、共通していたのはやはり自分たちの声が国に届いていないんではないかと、そういう声が皆さんやっぱり共通してお持ちだったということを改めて感じました。持続化給付金という制度がありました。去年の売上と比べて 50% 以上売上が減ってしまった事業者に、中小企業だったら200万円、個人事業主だったら100万円という給付金が支払われる。これで助かったという会社もたくさん聞きました。でも私がお話を聞いたある美容院は、12月21日に去年の開業して、去年の売上は10日間分しかない。でもその制度は去年の12月だったら12月の売上と今年の12月の売上を比べないといけないんです。10日間の売上でその 50% 未満になるような今年の12月の売上だったら潰れちゃいますよと。なんで12月の21日に会社を開いた私たちだけがこんな目に遭わなきゃいけないんだ、なんとかしてほしいという声がありました。私も中小企業庁の皆さんにお話をしましたが、それは制度設計上どうしてもできないんだと、こういうお話でした。できないことはあるかもしれないけれども、そうした届いていない声を私はこれからも地道に拾って、実現できることとできないことはあるかもしれないけれども、その声を国会に届けるというその仕事を地道にしっかりやっていきたいなというふうに思っています。7年間続いた安倍政権が終わりました。功罪あったと思います。外交面で言えばやはり安定した、まあ、1年1年コロコロ総理大臣が変わるよりも日本の顔は安定した方が良かった面もあったかもしれません。それでも長く権力が続けば必ず権力は腐敗します。その最たるものが公文書の改ざんがあったり隠蔽をしてしまったり、そのことによって霞が関の官僚が自死をしてしまったりという、そういうことに最後結びついてしまった面もあったと思います。安倍政権が終わって菅政権になりました。政権は変わったけれども、なんとなく引き継いでいる感じがいたします。報道による支持率は低
較的高いままですけれども、私もいろんな方にお話を聞くと、必ずしも積極的に自民党や積極的に政権を支持しているという人ばかりではありません。それはひとえに今のところ変わりがないからという消極的な支持が多いと私は感じます。そういう状況だからこそ、我々は新しい受け皿作りをしていきたいと思います。これまでなかなか野党がバラバラになっていて、政権が必ずしもいいわけじゃないけれども、選択肢がないと言われていた中で、その選択肢を新しく作りたいと、この1年間泉政調会長を中心に我々もがいてまいりました。受け皿というか枠はできたのか、この枠をさらに大きくしながら、まともだねと、そして積極的に皆様から支持してもらえるような国民の小さな声を拾って、その声を国会に届けて、そして10年先の姿を提示できる選択肢作りをやっていきたいと思います。泉政調会長は46歳でいらっしゃいます。泉さんを中心にした30代40代50代が中心の未来に責任を持てる政党作りをしていきたいと思います。我々もそのために汗をかいていきたいと思います。自民党の幹部は平均年齢71歳を超えています。経験があることはいいことだけれども、やっぱりもうちょっと元気な選択肢作りを我々これからやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様からのご指導ご支援を賜りますようにお願いしたいと思います。特に政権に対峙する姿に厳しいご批判があることも我々も承知をしています。そうした批判も含めて我々にぶつけてもらって、そして一緒にこの政権選択肢作りを皆様と一緒にやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、立憲民主党政務調査会長泉健太衆議院議員、マイクの準備が少々お待ちください。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、立憲民主党政調会長、政務調査会長というのが正式名称ですけれども、政調会長をしております京都3区衆議院議員の泉健太です。どうぞよろしくお願いします。今日はこの静岡8区やってまいりました。私の地元はですね、京都3区というところは、皆様方に一番見てもらう映像でいうと伏見稲荷大社でしょうかね、あの朱色の鳥居がずらーっと並んでいる、観光にお越しいただいた方もあるかもしれません、その京都駅から少し南側のあたりからやってまいりました。そして先ほど現場さんからお話がありましたが、私は現在46歳、当選回数はですね、選挙の期間が解散総選挙があまりに多すぎるというのもあるんですが、現在当選7回ということでして、私は29歳の時に初当選をさせていただきました。ただいわゆる地盤看板カバンというものがない中で、やはり私の地元古いと言われる京都でもですね、やはり政治は変わっていかなきゃいけない、自民党ばっかりではいけない、こういうこと京都でも大きなうねり流れというのはあるんですね。ですからぜひ静岡の皆様も、やっぱり政治は変わるものだし、変えなきゃいけないし、おかしな時にはやはり変わっていかなければいけない。アメリカだって、大統領選挙で混乱をしてますけれども、やっぱりトランプさんがむちゃくちゃだというふうに言う人たちが増えて、バイデンさんへの政権交代が起こっていく。皆さん考えてみたら見てください。7年8ヶ月の安倍政権の是非というのはそれぞれ終わりだと思います。
まあ、しかしながら GDP は増えたけれども物価は上がったけれども皆様の生活費はさほど上がってないわけですね。物価が上がるスピードよりも生活費が上がるスピードが遅いもんですから、結果的には皆さんの生活は厳しくなる。しかもね、今日皆さん年金生活をされている皆さんなんかは、物価が上がっても年金はそれほど上がらない、これもそうですね。ですから実はアベノミクスの下で、まあある意味 GDP は増えたけれども皆さんの生活は楽になっていないという状況がある。そしてさらに言うとです、皆さん選挙っていうのは普通みんなそれぞれ法律というルールの中で行われるのが選挙ですよね。でもどうですか、河井夫妻、ね、1億5000万まずもらってることがありえません。我々その10分の1ぐらいしか多分選挙資金なんてないわけです。それで1億5000万もらって、もらいすぎたからそれを配りまくって、そういう政治をやられたら皆さんお金持ちしか政治家になれないわけですよ。お金持ちしか政治家にならなければどうなるか、麻生さんのような感覚の人しか出てこなくなっちゃうわけです、ね、これでは庶民なんていう庶民生活なんていうものは全く政治に反映されなくなってしまうわけです。だからやっぱりルールを守んなきゃいけない。じゃあ皆さん今河井夫妻は裁判やってますよね。議員辞めてますか。今も毎月お給料入ってきてるんですよ。毎月140万。これはやっぱり自民党さんおかしいんじゃないかと私は思うわけです。それだけじゃありません。カジノ、このカジノの問題についてはやはりいわゆるギャンブル依存症の問題がまだまだ解決してませんよ。対策も不十分ですよ。そして本当に地域活性化になるか分かりませんよ。我々はこう指摘してきました。そして今やこのコロナになってですね、果たして横浜や大阪にカジノができても外国人がほとんど来れない状態、これまだ続きます。こういう中でそんなカジノなんていうのは収支が合うのか。いざ作ってみたらその後廃墟になった例っていうのは世界各国あまたあります。そういった意味では莫大な投資をしてこういったカジノというものを作ることには我々懸念があると言い続けてきたんですね。そしてそこには必ず利権が動くと言ってきたんです。じゃあ皆さんどうですか。これまた自民党のまさにカジノを担当していた副大臣が逮捕されたんですよ。逮捕された。これの決着もついていません。そういうことがある中で政権交代が起きない日本というのは私は本当に皆様に申し訳ない、そんな気持ちを持っています。いやこれはやっぱり野党がしっかりと立って皆様の受け皿になってやっぱり政権交代を起こしていかなきゃいけない。泉健太、そして源馬健一郎、源馬健太郎、私たちはですねやっぱり二人して自分が政治家になりたいからただ政治家を目指すんじゃなく、私たちはこの国に足りないものを作っていきたいんです。この国に足りないのは政権を担えるだけの野党なんです。皆さんぜひどうかその我々のチャレンジに応援をいただけないでしょうか。皆さん私たちは今回共に国民民主党で活動してきた私たちは新党立憲民主党を共に立ち上げました。これは立憲民主党の中で組織決定され、そして国民民主党の中でも正式に合流を組織決定され、そして誕生した政党です。私たちは組織を大事にする一人としてこの新党に合流をしました。そして今私たちはこの新党のウイングというものをしっかり広げて、多くの無党派の皆さんにもしっかりと応援していただけるような現実的な野党第一党を作っていきたい、こういうふうに考えています。今私は政調会長として源馬さんからもさまざまアドバイスをいただきながら党の基本政策というのを作ってるんですね。基本政策というのを作っています。でその時にやっぱり皆さん野党として考えなければいけないのは批判だけではいけないということです。追及だけではいけないということです。
批判も追及も大いにやらなければいけないけれども、その批判や追及するネタがなかったときに、そもそも野党第一党は何を訴えているのか、これが最も大切なことだと私は思うんですね。皆さん、改めて今その基本政策を作る中で、我々立憲民主党はいわゆるアンチビジネスではないということを明言したいと思います。日本の成長、日本の産業振興、ここには一生懸命取り組むのが野党第一党なんだということを改めて皆様にお誓いをさせていただきたいと思います。この浜松も産業の街だと思います。私たちはこれからの時代、さらに時代が大きくコロナで動いていっている時代ですから、今立憲民主党としては3つ主要な成長項目を掲げています。一つはやっぱり環境ですね。皆さん、環境をもっともっと我々力を入れていきましょう。自然エネルギーももっと伸ばしていかなくてはいけません。各企業はいわゆるこういった自然エネルギーや、これまでの化石燃料からの転換というものにさらに投資をしていくべきだと思いますし、私たちは立憲民主党として政権を取ったときには、間違いなくそういった投資に対する支援を強力に行っていきたいというふうに考えています。ただ単にエネルギーの転換だ転換だとスローガンだけを並べていても世の中は変わりません。しっかりと支援をしていく。そしてもしそのエネルギー構造の転換の中でどうしても職場が失われたり変わっていく方々がおられた場合には、私たちは雇用の公正な移行ということを大事にしています。雇用をしっかりと次の産業に移していく。実はその雇用の谷というものをですね、いかになくしていくか、失業状態をいかになくしていくかということは非常に大事なこれからの政治課題になっていくんです。皆さん、このコロナでもですね、本当に大変な今雇用環境、そして事業環境に置かれている会社はたくさんおります。先ほど現場さん、皆さん、この地元選挙区だけでも700社もの相談に乗ってきた、その現場さんも実感しているわけですが、今の菅政権ではですね、正直年末年始これやっぱり倒産廃業増えますよ。理由は2つあります。1つ目はこの感染防止対策が非常に中途半端だからです。アメリカ大統領選挙でも感染防止対策を優先するか経済を優先するかで、トランプとバイデンで考え方分かれたんじゃないでしょうか。私たち立憲民主党はやはり感染防止策最優先、これを皆様に訴えたいと思う。皆さん、 GoTo キャンペーンも確かに必要です。でも自民党さんはですね、なぜかわからないんですが、本当に検査に消極的なんですよ。ものすごく検査を増やすことに消極的なんです。本当は第3波が起こる前に、皆さん、第3波が起こる前に、いわゆる繁華街、そして医療関係者、介護関係者、保育関係者、こういうところで働いている皆さんに公費で検査を積極的に受けてもらう、これが大事だったんですよ。皆さん、自費で受けてくださいねって言ったって1万2万かかるんです。なかなか受けられないんです。せめて希望する、今こうして駅前、皆さん歩いている皆さんの中にも医療関係者の方、介護関係者の方、保育幼稚園の関係者の方いるんじゃないでしょうか。大学生のみんなも聞いてくれてありがとうございます。ありがとう。そう、ありがとう。そういうですね、いわゆるエッセンシャルワーカーという皆さんに、私たち立憲民主党は公費でお金を自己負担なしで検査を受けてもらおうと。例えば医療関係者だって皆さん、本当に毎日精神をすり減らして体力をすり減らして仕事をしている。そして GoTo イートも GoTo トラベルも私たちは怖くて使えません、遠慮してるんですよ。だからこそそういう方々にも検査を受けてもらって、陰性だと分かってから動いてもらえば、実は皆さん経済社会活動だってもっと活発になれるんです。
でもそれをせずに、ただやれやれ、業界の思惑だけで、この GoTo キャンペーンを進めてしまった自民党には、私は大きな問題があると思う。私は今からでも遅くないと思います。検査の体制をしっかり作ること、これ立憲民主党として絶対に求めていきたいと思いますし、そしてやはり私たちは医療機関に対する支援、これも私たち強く今求めていきたいと思っています。国の方は予算は用意したっていう、ただ全然その執行率が悪いんですね。この辺ぜひ現場さんと一緒に私たちはしっかり強く訴えていきたいと思います。そして2つ目はですね、やはり生活と事業に対する支援がものすごく弱いってことです。皆さん、菅さんが総理大臣になって新しいコロナ対策ってほとんど何にもないんですよ。驚くぐらい安倍さんが言ったことをただずっと続けてるだけなんですね。ですから持続化給付金の2回目もないんです。これじゃあやっぱり皆さん、持続化給付金の2回目がないともう立ち行かないという方々がたくさんおられる。持続化給付金ももう期限切れが近づいていると言われている。ぜひとも皆さん、私たちはこういう具体的な提案で今与党に対して批判だけじゃありません。しっかりと皆様の生活実態、経営実態に寄り添って政策を訴えている、それが立憲民主党なんだということを皆さん知っていただきたいと思います。まあ、とは言ってもね、マスコミ報道を見るとやっぱり批判ばっかりじゃないか、そんな風に思ってしまうかもしれません。そんな皆さんはぜひ源馬さんの活動を見てください。そして私、泉健太の活動を見ていただいていきたいと思います。私たちはもっともっと立憲民主党を変えていきます。私たちは野党第一党がやっぱり皆さんに信頼されて愛される政党じゃなきゃ政権交代は起きないと思っています。ぜひとも皆様方の期待に応える、日本を成長させる野党第一党として、この立憲民主党、この源馬健太郎に、そしてこの地元浜松からの世代交代の旗頭として、源馬健太郎に力をいただきたい、このことをお願い申し上げて、ぜひいずれの日か源馬さんと一緒に首相官邸で働く、これを夢見ています。どうか皆さん力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。力強いお言葉の数々、本当にありがとうございました。それでは本日はコロナ禍ということもございますので、頑張ろう鑑賞は行わずに、大きな拍手を持ちまして閉会とさせていただきます。改めまして大きな拍手を皆さんよろしくお願いします。